演舞開演。どうも、本日はこちら生姜風味クジラふりかけを使ってみたいと思います。これもでは、いただきます。そうですね、考え方は人それぞれではありますが、クジラの食感の中にほんのりと生姜の刺激があって、とっても美味しくてご飯が進みます。こちらもお土産で買ってきたものなのですが、買ってきてよかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。